crack falling deeper cold on ice 난 너무 싫어 기다리기에는 너무 길어 어떤 날 사랑이시고 기대만 하는 것도 난 힘들어 Hi everyone, 안녕하세요 여러분, 제인입니다. 皆さん, 안녕하세요, 제인です. And if you're new here, nice to meet you. My name is Jane. And yeah, I'm content creator based in Tokyo. Welcome, welcome, welcome. 今日の動画はですね、私が大学でなんかどういう風に過ごしてるのかをちょっとVlogで収めてみました。私学校へ行くと新入生のみんなとかあと2年生とか3年生の人もよく会うんですけど、まあすごい心よく挨拶してくれて本当にありがとうございます。Before we get into this video, I want to shout out to ExpressVPN for sponsoring this portion of the video. ExpressVPN についてちょっとだけお話ししてから、まあ、動画に入ろうかなと思うんですけど、何かというと、自分のオンラインの位置を変えてくれるアプリって考えればいいと思います。真ん中のボタンを押してあげると、日本から例えば違う国に変わって位置を変えてからリサーチしてあげるだけで、その航空券とかアイドルのアルバムとかもすごく安く、もっといいお値段で買えちゃうっていう使い方ができます。 YouTube とか Netflix とかで動画を見るときにこの VPN をよく使ってて、自分がいる国によってなんか見れる映画とかドラマが結構変わってくるんですよ。フランスに変えてあげるとそのジブリの映画が見れたりもできます。位置を変えれる国がその105個ぐらいあるので、速度とかも問題なしに自分に合う使い方で結構 VPN 使うと本当にめちゃめちゃ役に立つお供かなと思います。ということで、expressvpn.com/soforyou から行くと3ヶ月無料を받으실수있으니까요。보시는것도엄청추천드립니다。 Anyway, let's go to the vlog. 내가어딜가든내게필요한건다너의주머니안에있어정말소중한건돌아보기도전부터다나의주머니를싫어해또날이더우면선크림消費者権も重要なので、そちらの方に行っていきたいと思います。너무예뻐지금매일볼때마다감동을해수업이끝나서저는좀추가적으로일을해야될게있었고들어가겠습니다한학년되니까일단수업이많이없어요그래서진짜한3시쯤에끝나거든요조금잠깐내가혼자서얘기하려고하니까말이안나와버려I thought it'd be fun to kind of like answer you guys' questions about my uni life or like life in Tokyo. So I'm just gonna do that right now. Okay, first thing first. 使ってるお財布なんですかって聞いたんですけど、ミュウミュウの違うブスだよ。Which union course are you taking? International Business Management. So we basically like study business in English, and that's what we do.答えてたんだよね、キュアンドリー。ええー、邪魔しこんにちは。こんにちは。ちゃん大ファンで、なんかみんなに、さっき全ちゃんいたよっていつも言ってもらって。あ、マジ忙しい。絶対もう全ちゃんの影響でここに来る人いっぱいいる。マジだもんね。え、もう本当に。いや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 。これからもこれからも頑張ります。使っても大丈夫？全然大丈夫。ちょっと近々上がるので楽しみにしてください。すいません、お邪魔して。いやいやいや、そんなことないです。ありがとう、話しかけてくれてありがとうございます。
学校生活を充実するために心がけていることはありますか。うん、ちょっと待って、サラミあった。でなんか特に意識したのが、その学校の勉強だけじゃなくて、私が一つじゃあ熱中できるものなんかちゃんとやろうって思って、それしかもそれをやりきろうっていうのを一つ目標にはしてました。なのでの場合は例えば YouTube なんですけど、それが継続して何か、うん、できるものを一つ探せたらいいかなと思います。一緒になんかやってきたものが社会に出た時にお話のネタになったりとか、あとはキャリアとかにもつながることがあるので。春から大学生なんですけど、大学生の初めの方に知っておきたかったってことって教えてください。スマートに自分の身の回りを整理したいなって思ってたので、ノーションっていうそのなんか自分のページっていうものを一つ作って、でその中に科目とかのファイルをその中で作って、でその中にあの書類とかあの宿題とかそこに格納して、してってくっていう。デスクトップのなんか整理の仕方とかをちゃんと覚えて、あの1年生パンって始めたらすごく良かったなって思う。それがプロジェクトとかどんどん増えていくので、そういうツールの使い方をよく覚えていくといいかなと思います。で私のおすすめとしては、まあ、Google ドライブの使い方と Canva の使い方、 Notion の使い方、あと Excel とかの使い方もちょっと予習しておくといいかなと思います。 I'm filming Q&A。Can I sit here? Yeah, of course. I'm not gonna talk. No, no, you can talk, actually. No, I'm not gonna. Hi, Kyo. Thank you so much for coming here. Because, like, it's so awkward to talk to myself to camera, like, alone. So, big thank you. じゃあ一つ聞きたい、ジェイに。今大学生だけどすごい社会人並みに仕事したりしてるじゃん。大学生ジェイとして大切にしているマインドは。ズバリ2つかな。2つかな。1個は恥ずかしさを捨てることかな。もうなんで、例えば俺よくこう授業でさ、前の席に座って手挙げたりするじゃない、で質問したりするじゃん。気軽にやってるわけじゃなくて、あでもちょっと恥ずかしさがちょっと恥ずかしさかかってるってこと。もちろん、まあ、みんなも割とそうでもあと人に話しかけに行くとか、ゲストスピーカーとか、わかんない、いろんな人に話しかけに、怖さとかもあるじゃん。だけどそれがあるとさ、いろんな機会を失っちゃうと思うんだよね。だけどその恥ずかしさがなければできることっていろいろあったり、実はさ、それで機会を失いたくないなっていうのが一つと、もう一個は考えること。めっちゃ考える。電車とかさ、で多くの人が携帯見てたりすると思うんだけど、とか、まあ、そういう時間とかは割とこういじったりしない。俺考えるとめっちゃいろんないいことがあって、まずモヤモヤせん。自分のやりたいこととかがどんどん分かってったりとか、なんで今モヤモヤしてんだろうとか分かるとすごくスッキリするから、普通に心でハウスになるし、プロダクティブにもなる。めちゃくちゃ考えるときにも意識してることがあって、すごく情報量が多いじゃない今って、とかやりたいことなんだっけとか、うわ就活やべえとか、やっぱ親になんか怒られるとか、お金ないとか分かんないけど、なんかとにかくいろいろ考えることがいっぱいありすぎると思うんだけど、そうじゃなくてとりあえず1個ずつ考えるかな。もうとにかく情報量少なくしたいとか、なるほど。あとどうでもいいこと考えられまして、かな。とりあえず A だけ100でいこう。ああ、ね、そしたら100でめちゃめちゃ早くして質を高くして、なるほどね。で BC が待ってる。皆さん聞きました今の A、めっちゃ面白い。そうそういうの。立教のキャンパスで一番好きなところはどこですか。入った瞬間中庭がブワッて広がるんです。今は紅葉があるのでコーヒーを飲みながら楽しむということをよくやってます。立教入ってよかったなって思うのは、春夏秋冬この季節を全部楽しめるっていうのが本当に立教の一番いいところで、集まってくる学生の人たちの熱量がすごいっていうので、だから学べることが多いし、だからマインドがすごい素敵な友達が多いです。学部でよく出される課題としてなんかプロジェクトが多いので、チームでやりながら学ぶことも多いし、実務的なものを学べるっていうのが一番いいなと思います。私一人での Q&A だったんですけど、あのスペシャルゲストも一緒に来てくれて、いろいろお話をしていただきました。バイバイ。寒い。月が長い。めちゃめちゃでかい。 Oh my gosh. Walking down 8th Avenue with you。 こちらの学費が光ってます。Call me when you get back home. Meet me on Manhattan. Meet me on Jekyll.
Make me when the stars align. スウェットジャケット見つけちゃいました。70年代のアメリカ製でレアのジャケットです。おー、パジルできるタイマー。できるね。あー、すいません。ありがとうございます。あ、ちょっとメッセージ伝えたいんですけど、나를놀리는애들야특히다른반애들아니괴롭히진않는데난뒤에서소독소독말하는거야아니어머니들이옛날학생이있어서우라대한거言ってんだったらさ네ってことでやめてね。네지금착하게말하는거다이제계속당황다니는거아니야ちゃんと注意してるか。それで気分が悪いんだったらそれはみんなやめたらいいね。ではね、人が気分が悪いことはやめよう。よくないよね。スタイリングもちょっと後で冬のコーデ動画でお見せしようと思います。ゲラギター、ゲッゲッゲラギター、ハンパンピッタン、ラテラテラテラ。待って、このまま私の髪の毛がここにあったら絶対可愛くない？絶対可愛いっていう感じで、なんで髪の毛切ってんの私たち。もうほぉほぉな、はいにゃー、普通にリナポンだった。せーの、じゃあねー。あっあー、なれやがんちゅうやさら。歌綺麗に歌える人ってすごいかっこいいなと思ったんで、ちょっと歌はやってみたくて、この夏ずっとあの歌のレッスンしてたんですけど、なんかそのノリで歌を一つ作ってくださったので、楽しんで聴いていただければと思います。で、私がやったのはあの歌詞書いて歌っただけなんですけど、ちょっとみんなにも聴いてほしいなということで、後ほどあのミュージックビデオ付きで歌を私の YouTube の方に公開したいと思います。なので皆さんお楽しみに。録音したり歌考えたり、めっちゃ面白かったです。めちゃくちゃ歌がうまい、そのテフン先生っていうディレクターの方に今回ちょっとプロデュースしてもらったんですけど、ぜひテフン先生の方の、YouTube もぜひチェックしてみてください。貴重な機会をいただけたので、ね、本当にいつも感謝してます。あー、 Have a good day.